だね、あのしんどい、試合でしたけど、あの無失点でね、あの終えることができ、1点ね取って勝利できたっていうのは大きいなと思います。まあ、やっぱりすごいみんなあのいつも以上に声を近い人に掛け合って、あの守備のねラインをね整えたりとか、やっぱり1人がいたら行ってるところに2人で守備行ったりとか、まあ、そういったところみんなで守備の、ね、意思統一ができたのも良かったかなと思います。第1戦より1戦、まあ、第2戦目でホームでできたっていうのも皆さんの力を借りれたのも大きいと思いますし、まあ、やはり一人一人が、ね、粘り強く戦えて、まあ、第2戦目だっていうところもあったのかなと思いま す, です、ね。まあ、非常に、ね、難しい相手でしたけど、まあ、やりがいがある対戦相手でしたし、まあ、その中で、まあ、僕だけじゃなくてチーム全体で無失点に抑えられたっていうのが非常に大きいなと思います。そうですね、浦和に来てね、今、徐々に試合にね出ていけてるんで、このままこれをね続けて常にいいパフォーマンスができるように心がけてやってます。